さささああ皆んんここにちはスノーボのーーの青木でですすお久しぶりですこの感じが YouTube スノーボード大学自体は毎日毎日このシーズン中からずっと配信させていただいておりましたけれどもこのホワイトボードを使って座学のようにお話をさせていただくっていうのはシーズン入ってからはずっとやってなかったのでそうですね5ヶ月ぶりぐらいになりますかね。よろししくお願いします そして挨拶で僕いつも言ってますスノーボーダーのっていうところスノーボーダー青きれいっていうのをちょっと皆さんに知っていただきたいなと思って僕こんなことをスノーボードでこんなことやってるんですよっていうのをあの自己紹介も含めて今回はお話ししたいなと思いますスノーボーダーの青きれいですよろしくお願いしますスノーボードのライダーっていうのをやっております ライダー以外にもスノーボードの携わり方って僕いろんな側面があるんですけれども今回はライダーとしてっていう大きな枠組みでちょっとお話を聞いてみてくださいそもそもスノーボード歴っていうもの自体が僕28年です18の頃から始めてっていう感じなので28年28年スノーボードやってますっていう中でじゃあ何日 滑ってきたかなっていうのをこうカウント数えていくと滑走日数ですねスノーボードは何年っていうこと多いですけれどもスノーボード歴はね滑走日数っていうのが3100日障害滑走日数って言ったらいいですかねスノーボード始めてから今に至るまでが3100ポイントゲットしております私今。 ちなみに、えー、と今シーズン2022今シーズンは日滑ったんです、ね、12月、えー、腰をちょっと痛めてほぼ1か月滑ってなかったっていうのがあっても106日ちなみに先シーズンは123滑ってるんです。っていう感じで大体いい100日以上を、えー、山に僕こもったのが3年目ぐらいなので25年間ぐらい続けていて。 で海外にも滑りに行ったりとか自分のトレーニングで行ったりとかっていう時期も20代は結構あったのでプラスアルファすると大体3100ぐらいに到達しましたずっとスノーボードばっかりやっておりますで長くこのライダー業っていうのをさせていただいてるんですけどもライダーっていうと何かなライダー僕ライダーになりましたライダーっていうと サポートをしてくれるスポンサードしてくれるメーカーが現れた時にそれを背負ってスノーボードをしていくこれがスポンサードしてくれるブランドのライダーっていう形になっていくかなと思うんですね。でこれが一番短い一番初めになるライダーっていうのが結構お店のライダーショップライダーっていう枠組みにまずいくっていうのが多かったです。 最近はそういうつながりが結構少なくなっていって個人がもうメーカーと直接つながれるメーカーが個人の SNS を探して「あこいついいじゃん」っていうふうに直接つながれるっていう状況になっているのでこの間にお店が入るっていうことが結構少なくなってきたんですね。でも僕90年代からスノーボードやっていきながらこのライダー業っていうのをまずお店のライダーになりたいまあそういう周りの情報からまずショップのライダーになると。 お店が取引しているメーカーカさんだったりとかに紹介してくれるようになるうちのライダーがこの大会でこういう成績残すようになってこれからどんどん芽が出ていきそうだからさあっていうふうにメーカーに紹介してくれるハブ的な存在としてショップっていうのがお店があったんですね。でお店のライダーっていうのをやりながらメーカー紹介してもらってメーカーがしっかりと契約するよ契約書交わして契約するよってなると 晴れてライダーやってますっていうふうに言えるような感じかなと思うんですね。でそのしわせてもらっているスポンサーっていうのを今回紹介していきたいなと思うんですけどもまず僕一番僕のスポンサーで長くサポートしてくれてるのが BC 板のブランドになりますこの BC ストリームでは、えー、とボードの開発 っててていいいうのからら携わらせていただいてますもちろん一番初めは契約させてもらって BC ストリームが作った板を乗らせてもらうそれをプロモーションする役っていうところからスタートしてますけれどもそこから何年か経験を積んでいって BC ストリームのラインナップの中で僕が開発まで携わらせていただいて社長と一緒に作り上げるっていうラインナップがいくつかあったりします。 b c ストリームではボードの開発っていうところが僕はつながりとしては結構深くなっているんですねで、えー、足元からいくと板の次はバインディングユニオンバインディングも結構長く契約させていただいておりますえっ、ー、とですねそして僕ジョイントっていう DVD のタイトルをやっていてジョイントっていうジョイントクルーっていうチームでですね、えー、動画の発信 DVD でやっていた時期が結構長くあるんですけれどもそれの後半の方でユニオンとジョイントでコラボしたバインディングっていうのを作ってリリースするっていうのを3年続けたんですねなのでユニオンの方でも細かいえっと足裏の硬さだったりとか踏み込んだ時のブッシュのタイミングだったりとか その辺のしなりだったりとかハイバックの内側と外側の硬さをどう変えていくとどういう違いがあるかそんなような細かい部分も携わらせてもらいながらバインディングの勉強もさせていただいた次第ですそしてディラックスユニオンよりも僕ディラックスの方が長いんですけれどもディラックスはですねもうずっと長くサポートしていただいているっていうところと最近はちょっとコロナになってしまったのでないんですけれどもコロナ前はですね お店に向けて、D、ラックス、ブランドが新商品こういうのが来年は出ますよそして新しく店頭で働く人なんかに向けてディラックスの特色であるサーモインナーの成形をこういうふうにやるとやりやすいですよっていうようなレクチャーをするっていうブランドメーカーがお店のスタッフを育ててくれるっていうような。 リラックスクリニックっていうのが毎年ずっと続いてあったんですね。一番多い時は日本全国7カ所でやってたんです。でその7カ所でやってた時に僕ずっと一緒に同行させてもらってこのテクニカルっていう分野で どう、D、がか、えー、かしていけるのかテクニカルっていう分野とフリースタイルっていう分野がどういうふうに住み分けしていって、えー、考え方を持っているのかそういったお話ですねお話をさせてもらうっていうのを全国でいろいろさせてもらうでそうするとやっぱりおは、えー、と終わった後に参加してくれてるお店の店長さんとかとその後に結構お話をするっていう時間を設けて設けさせてもらうことで。 ディラックスに関してはものすごく知識が増えたなっていうのをそのクリニックで実感しておりますで足元から今度ウエアなんですけれども5年目に突入しましたレイズ・ブラン・ベレメンツ。 MRS マウンテンテロックスターのこと、MRS MRS っっていう,ふうに、えー、言ったりします。の兄弟ブランドっていうふうに思ってもらったら嬉しいです会社一緒で兄弟ブランドでで同じ型を使いながらちょっと色を変えたりとかちょっとこう、えー、切り替えを変えたりとかっていうふうに少し MRS よりも、えー、大人な雰囲気を醸し出していきたいねっていうので。